なたはご存知でしょうか。昭和を代表する大女優の八千草薫さん。その上品な雰囲気からは想像すらできない過去があったことを、その驚愕の内容を紹介したいと思います。八千草薫さん、本名は谷口ひとみさん、旧姓は松田。1931年1月6日生まれで大阪の出身。身長154センチ、血液型O型、宝塚音楽学校を卒業されています。幼い頃は病弱で一人っ子だった八千草さん。2歳の時に父親が結核で他界してからは母子家庭で育ちます。生活は常に苦しくて、母親は働いて稼ぐために普段は幼い八千草さんを親戚の家に預け、週に数回だけ親子で過ごしたそうです。さらに戦争で自宅が空襲で焼けてしまい、貧しく暗い青春時代を送った八千草さん。しかし高校時代に大きな転機が訪れます。宝塚音楽学校の新聞広告を見た瞬間に応募したくなった八千草さんは、母親からは入れるわけがないと反対されますが、それでも受験すると見事一発合格したのです。しかし歌もダンスも素人だったので、とても苦労したという八千草さん。1952年の源氏物語で若紫を演じて、その可憐な姿でたちまちブレイクすると、清純派の娘役でトップスターとなります。東宝映画などにも出演するようになると、お嫁さんにしたい有名人にも選ばれ、映画女優としても大人気となります。宝塚退団後はテレビドラマにも数多く出演して、要塞剣母役がハマり役となった一方、名作ドラマ岸辺のアルバムでは不倫妻の役を好演して国民的な女優となります。2003年には旭日小綬章を受章して、一見すると順調な女優人生のように見えますが、そうとばかりは言えなかった八千草さん。あることで世間からバッシングされ、業界を干されたことがあったのです。その原因は八千草さんの結婚でした。1957年人気絶頂だった26歳の頃で、相手は映画監督の谷口千吉さんでした。まだ無名の三船敏郎さんを発掘して映画銀嶺の果てでデビューさせた監督で、二人の馴れ初めはまだ宝塚に在籍中の八千草さんが谷口監督の映画「乱菊物語」に出演したことでした。周囲を常に笑わせる谷口監督に次第に心惹かれていったのだとか。世間から叩かれた理由はというと、19歳もの年の差婚だっただけでなく、谷口さんは2度目の結婚をしていたにもかかわらず、八千草さんに出会ってすぐ離婚しての結婚でしたから、八千草さんも略奪婚と揶揄されることに。とはいえ最後までおしどり夫婦として幸せに暮らしたそうですが、それだけに前妻のその後の転落ぶりはあまりにも不憫に思えてならないものでした。その前妻とは1949年の大ヒット映画青い山脈に出演して清純派スターとして人気を博したものの、わずか20歳で17歳年上の谷口さんと結婚した女優の若山節子さん。実はわずか55歳で悲劇的な最後を迎えています。それが離婚が関係しているのではと言われているのです。実際夫に捨てられた若山さんは1961年に病気を理由に引退しています。1971年お祭り銀次捕物帳にレギュラーで復活するも、遠くをぼんやり眺めることが多く、神社に寝泊まりして撮影所に通うなど気候が目立ち始めた若山さん。1973年の不敬図前後編を最後に再び引退することになります。その後姉と母を相次いで亡くすと、いよいよ精神崩壊して入院した若山さん。
精神病棟で孤独に不遇な晩年を送ることに。入院してからわずか1ヶ月後、自分の部屋で自ら命を絶っています。その時の若山さんの姿は80歳の老婆にしか見えないほどで、誰もそれがあの銀幕で活躍した若山節子さんだとは気づかなかったそうです。谷口さんと結婚後はさっぱり役に恵まれず、東宝との契約も切れてしまい、その上不倫されて捨てられたのですから、気の毒に思えてなりません。これは本当かどうかは分かりませんが、若山さんが他界された時に八千草さんは身から出たサビね、そう言ったそうです。年齢を超えた可愛らしさの八千草さんが本当にこんなことを言ったのでしょうか。ただ若山さんは最後まで離婚の原因は八千草さんだったとは言いませんでした。きつい性格だという噂が立ったのも、実はそれだけではなく、ある大物タレントとの確執が過去にあったそうです。ドラマ赤い魅惑の交番劇で山口百恵さんの母親役を演じていた八千草さんが第6話で途中降板した一件です。降板理由として聞こえたのは百恵さんの過密スケジュールに対する不満でした。当時デビュー2年目の16歳で、すでにトップアイドルの百恵さんは文字通り分刻みのスケジュールだったため、赤い疑惑の撮影は彼女のスケジュール次第で早朝や深夜に行うことも多々あったといいます。さらに百恵さんの影武者まで用意され、共演者たちは影武者の背中を相手に演技を強いられることもあって、八千草さんはこうした百恵さん優先の撮影手法に苦言を呈しておりたと言われています。ですが真相はそうではなくて、八千草さんは百恵さん個人にではなく所属事務所へ苦言を呈したのだとか、ドル箱スターを昼夜問わず使い倒すような、このやり方では百恵ちゃんの身が持たなくなると八千草さんは訴えたそうですが、事務所は取り合わなかったそうです。実はそういうことだったんですね。2007年に95歳で夫を亡くした八千草さんは愛犬と猫と一緒に独り身で過ごして、毎朝旦那さんの写真におはようと声をかけるのが日課になっていたそうです。ですがそんな八千草さんの晩年はまさに癌との戦いの日々でした。2017年春に最初に乳がんで手術しますが、その年の年末に膵臓がんが見つかり、翌年の1月に7時間に及ぶ摘出手術を受けています。それでも病気を伏せて仕事を続けていましたが、2019年にまたしても肝臓がんが発覚します。さすがにこの時は癌であることを公表、テレビドラマを降板して治療に専念した八千草さん。同年の5月には自身が理事を務める昆虫の家の除幕式に出席したのが最後の公の場となったそうです。2019年10月24日、88歳で息を引き取った八千草薫さん。後で聞いた話ですが、癌の宣告を受けた八千草さんは動揺せず冷静だったそうです。それからは今できることを尽くして一日をより丁寧に過ごしたいと言っていたそうです。可愛らしい見た目からは想像できないほど精神力の強い女性だったんですね。がん発覚以降は就活を始めていた八千草さん、愛犬や猫の引き取り先まで決めていたそうですが、一番困ったのが自宅の相続問題だったそうです。世田谷の自宅は150坪の敷地だけで3億円だったそうですが、遺言書にも自宅を残すことを希望していましたが、1年足らずで自宅は解体されることに。子供がいなかった八千草さんは夫婦それぞれの遠縁の人と所属事務所の社長の3人に遺産を分けていたのです。しかし高額な相続税の支払い期限が迫っても豪邸の買い手がつかず、やむなく
不動産業者へ売却したときに、売りやすくするには邸宅を取り壊して、更地にする必要があったのだそうです。最後に、八千草さんが旅立った後も、しばらくは自宅の玄関前で、八千草さんを待ち続けていた愛犬のヴェルディは、今は北海道の引き取り手のところで、幸せに暮らしているのだそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？ずっと国民のお母さんだった八千草薫さん。その優しい笑顔は忘れ去られることはないでしょう。ご冥福をお祈りいたします。